で今日はあの本当にあの地味なお話で鈴木さんに比べるとちょっと面白くないかもしれないんですけどこれが私は一番大事なことだと思っておりますので資金管理についてそしてトレードスタイルについてファンダメンタルズ分析とテクニカル分析でテクニカル分析の基本で相場に負けないメンタルの強さ心構えの必要性相場で生きていくためには心構えについて。 それからポジションの取り方、順張り、逆張りの考え方。で、ポジションの取り方について。で、あの、最後に私の手法といいますか、あの、チャートを使ってご説,ご説明したいと思っております。それからまたチャート上での大事な部分ですね。そこで逆差し値を入れておいて、あの、カットすると。 で、それから逆にリグイの場合ですけれども、まあ、スキャル的なトレードの場合は、あの、別としましても、スイングから長期となった場合は、まあ、あの、利益が乗ってきた場合は、その逆差し値ですね、それをトレーディング、それをストップロスを徐々に徐々に変更していきます。それで、あの、仕切りの、 ここがクローズだという場面で必ず利格をするとでその利益利益は私の場合は必ず半分は出金していましたそれでまあ多額の税金万と側近で払えることができて、まあ、助かったわけなんですけれどもあとの半分はまあ再投資といいますか副利運用的なあの状況でやってきました <laughs> で、ポジションの取り方ですけれども、まず先ほどの逆張りと順張りの考え方なんですけれども、まあ、あの、レジスタンス、まあ、抵抗ライン、まあ、こちらから相場がこう行きまして、一度、こう下がってくる。その時に、まあ、ひぼなちで計算した数字でもいいですし、まあ、サポート、レジスタンスといういろいろな見方がありますので、まあ、こういう形で、とりあえずここで一つ入れてみる、次に二つ入れてみる。で、ここで、 三個入れてみるっていう形で、徐々にですか、まあ一、例、例ですので、まあ徐々に徐々にポジションを増やして、ピラミディング、下の方が、たくさんポジションが入る形ですね。で、逆張りで、あの、ずっと、買い下がってきます、買いの場合ですけれども。で、ここ徐々に行きましたら、ちょっと上に来るんで、また、じゅこ、ここから上に抜けた場合は、レジスタンスを上に抜けたので、順張りの買い,買いになります。買い乗せをすると。 トレンドが発生したとでここにいた時に必ずもう上の方で乗せたポジションとかこういう形のなるべく高めにあの買ってしまったポジションはもう途中で必ず利,利益を確実に上げますそしてまあもうちょっと進んでいって上に行きましたとそうしましたら下のポジションこういうのを全部。 あのリングいましてで理学したら今度は土手売りの逆張りのポジションを持ちますであの逆張りのポジションなるべく上にあの自分の資金配分を考えてポジションをあのたくさんのポジションをなるべく取ってそれからまあい,いよいよ加工トレンドとなったらポジション売り増しをしていきますでここからちょっとこういうふうに戻った時も逆張りでポンポンと乗せていってまあここの。 今度はサポートラインを割れてきたとき、そのときに順張りの売り乗せをします。まあそれで、あとはこちらになりますけれども、同じように今度はショートポジション手締まいながら、買いのポジションを持っていくと。 必ず相場は上下上下で、あの、動いてみますので、一方的にあ、まあ、去年の円高パニックみたいなところでも、ああ、という間に、それでもちゃんとそこを打って、ドル円で行ったら、101円台まで、あの、戻ったわけですから、必ず止まるところがあって、上も必ず止まるところがあって、ということなんで、上下上下のポジションの取り方は、ちょっと、まあ、スイング的なもの、こういうものはもう、 本当に、あの、順張りで乗せたものは、スイング的にリグって。でも、ま、ちょっといいポジションのものは、ちょっと長期的に持っていても、流れがまだ下げトレンドだよって分かったときは、長期のポジションは、上で、なるべくいいポジションは置いておくと。買いの場合でも、もう本当に底値近辺で買えたと。そういうときは、ま、長期のポジションでそのまま置いといてみると。まあ、そういう形でも、あの、できますし、それから、あの、 両立てということはまあ殻の両立てとあんこの両立てとありますけれども。 まあ、あんこの両立ては、ここで買いが入っていて、上で、あの、売りを入れたと。そうすると、ここの間、利益が取れていますので、海外旅行とか、まあ、何かの用事で、あの、いらっしゃるときは、そういう形、ここが利益の場合、あんこの両立てですので、そういうポジションの取り方もできますし、まあ、あの、両立てっていうことは、あんまり私はお勧めしませんけれども、そのような形で、あの、でき、あの、ポジションを持つこともできますということですね。 で、あの次にドル円の週足です。で、同じくボリージャーバンドで RSI の帰りで、あの、今度は見ますけれども、かなりこのように長期の線、それから短期の線と上に帰り幅、短期の線が上に行って、ここの帰り幅がかなり広がっているという,いう時は、必ずロウソク足の方を見ますと、 あの天井近辺目先の天井近辺になっておりますしそれからここもあの底根近辺になった時にあのこういう形でロうソク足の方は長い下髭にこうなりましてあの帰り幅広がった時にあのたん 天井と底値という形がはっきりとこのように現れております。で、私はこのボリージャーバンドを見るとき、ここの中央ラインより陽線で上に、あの、ちょっと順張り的なやり方なんですけれども、中央ラインよりも上に陽線で出てきたときに買いでエントリーして、それから中央ラインより下に陰線で抜けてきたときから、あの、売りで、あの、エントリー。そのように、あの、 手法としてはやっております。それで、こういう場合も、この中央ラインのところ上に突破できないまま、ここまでは来るんですけれど、ここから陰線でこういうふうに戻って戻ってっていう形でこういう形になって、中央ライン突破できなければ大きな流れはずっと下降トレンドのままだったわけです。で、まあ、ここはあの、要線で上に行ったので、ここまで上昇しましたけれども、 そこからまた中央ラインのところまで下がって陰線で来たところはずーっとまたここ下降トレンドにこうなっております割と順番な見方であの使っておりますまた、まあ、あのプラス2シグマのところあの3 3シグマのところでもいいんですけれどもこのオシレーター系の指標の RSI と組み合わせしましてそこにあの3シグマまで異常なところをここなんか4のところまで来てますので一瞬こういうふうにかなり戻りがこう入ってますのでそういう時はオシレーターのあの RSI の方とか見比べながら買いでエントリーしても ちょっとリバウンドという形では、あの、取れるわけなんですね。だけど、長い大きなトレンドは、この中央ラインより、陰線で来たときは、これだけ、あの、値幅、下がってきておりますので、まあ、それを見ながら気をつけて、どちらに大きな流れは向いているのかと、それを確認してから、短期トレード、それをなさった方が、あの、いいと思います。 であの次にドル円の冷やしです徐々に徐々にこう短い足になってきますで冷やしですけれどもあのまあ私はメインでまあだいた冷やしスイング的なあれは冷やしとか時間足で見てみますけれどもあのサポートそれからレジスタンスサポートはまあ抵抗ラインそれでレジ,スタンスあのレジスタンスは抵抗ラインですねサポートは支持線そういう形になります それで赤のところがあの、サポートというで。8億円稼いだ池辺流 FX トレードのすすめ。FX の黄金リズムに乗って楽しみながら勝ち続ける。FX で8億円以上を稼いだ敏腕主婦トレーダー、池由紀子氏。若い頃から株や商品先物を学び。 2000年から FX 投資を始め、その相場歴は、なんと38年にもなる。本 DVD では、その池部幸子氏ご本人に、池部式テクニカル分析による投資手法、相場で生きていくためのメンタルの重要さ、ポジションの取り方、順張り、逆張りの考え方、池部流、 テクニカル指標の使用法を中心とした池辺流 FX トレード手法について語っていただいた。本 DVD をご覧いただければ FX で8億円以上稼ぐことができた池辺氏のプロセスの導入部分を知ることができるだろう。